タコと杉浦太陽です。ここはですね、僕の筋トレ部屋ですね、太陽ジムとでも言いましょうか。手作り感満載の、部屋ですけども、今回はですね、ベンチプレスでとりあえず100キロまで上げてみようかなと思っております。それでは行ってみましょう。スタート。ターチャンネル。さあ来ましたね、この手作り感満載。結果ね、このヨガマットと段ボールがあれば振動を抑えて一番ベストっていうことにたどり着きました。僕も筋トレし始めて、まあ、7年目ぐらいかな。きっかけが僕、実はすごい下手だったんです。もうガリガリで、ここに写真がありますけども、もうあばらが見えるぐらい細かったのにちょっとコンプレックスがあって、ある日息子とお風呂に入った時に、パパってウルトラマンなのに細いよねって言われて、それがバーンってきて、ちょっと待っとけ、パパはじゃあちょっとウルトラマンにちゃんと変身するからって言って筋トレを始めて、僕当時体重が56キロぐらいしかなくてガリガリだったんですけど、筋トレで筋肉だけを10キロ増やして66キロまで増えました。そしたらもう100キロ上がるようになって、で、パパウルトラマンになったぞっつって、パパすげーってなったんですけど、そこで満足しちゃったんです。よし、じゃあもう筋トレもそろそろいいかなと思って1年ぐらいやめたんですよ。そしたらまあその変身が溶け始めまして、体重が66からだんだん5432、またあばらが見えてきたってなって、やばいと思ってもう一回筋トレをし始めて、でやっぱりこう筋トレするには自分の部屋にないとやらないなっていうことが分かりまして、このベンチプレスセット、ダンベルもあるんですけども、朝の空いてる時間とか合間を見つけてトレーニングしてます。今回はこのベンチプレス100キロの壁はなかなか厳しかったんですけど、実際に通ってるジムではマックス今 122.5 ですね。いやー、さすがにそこまでの重さはないので、まだ筋力が落ちてないか100キロチャレンジいきたいと思います。よし、行きましょう。さあ早速いきましょうか。まずは60キロから上げていきましょう。アップですね。ここからだんだん重さを上げていきます。まずは肩甲骨を寄せて、よっと、フォーム、角度、肘の角度にしながら1、2、3、4、10回やって、これを70、80、90、100とだんだん増やしながらやっていきます。合間にはBCA 飲んでいきましょう。あー、うまい。よし、75。はい、70いきます。ラスト、 OK。 これでも自分の体重より重いよね。85。さあ80キロ、こっからが重くなってくるよ。まだいけるね。90。さあ次は90です。もうすぐ100が近いよ。こっからがきついな。ちょっと10発上がるかな。よし、行ってみよう。よいしょ。ああ、90、10発はきついな。では次が100です。100、きつい。いっちゃうぞ、100キロ。ゴーゴー。ついに来ました。重りがついてもう違う色のこれダンベル用のやつね。もう重さが足りなくて、これでマックス100キロです。こっち45、向こうに45、バーが10キロですね。これ以上の重さを今自分のところでは無理ですね。チャレンジいきます。いざ100キロ。精神集中、統一、精神統一。はあ、よし、100キロの世界行ってきます。3桁からがまたね、大変なんですが、よし、行ってみよう。
いやー、やっぱり100キロはね、なかなか体力奪われますけども、100が6発上がれば110が2発ぐらい上がるはずですね。とりあえず100キロがね、上がるっていうのが自分の中のモチベーションなので、これをキープしていきたいと思います。マジきついから、いやー、とりあえず100キロ達成、ありがとうございました。さあ、お疲れ様でした。この後ね、あとは背中や腹筋、腕、二頭三頭、そして足腰などまだまだいろいろトレーニングがあるんですが、とりあえず今日は100キロ上げてみたということで、まだまだトレーニングを続けていきたいと思います。これからね、またいろんなトレーニング動画を上げていければと思っておりますので、楽しみにしておいてください。それではこのチャンネルがいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。概要欄には辻チャンネル、ダーノンチャンネル、僕もブログとインスタグラムをやってますので、きます。さあ、それではまたお会いしましょう。たーこと杉浦太陽でした。バイバイ。まだまだ100キロのセットは終わりません。2セット目、いやー、おら、いや、気持ちいいね。最高です。